はい、皆さん、こんにちは。気持ちです。英語落語やってます。さあ、今回もラジオで動画、おしゃべりお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回は、正論だけど不正論というトピックで話をしたいと思います。二つネタがあります。両方とも英語落語に関するネタです。2013年からフリーランス、まあ、お金をいただく立場、で、英語落語の活動をしててですね、まあ、いろんなお客さんからいろんなフィードバックをいただきます。そんな中ですごく面白いな、興味深いなって感じたものは2つ。正論をぶつけられてるんですけど、それは不成立っていうか、成立しない不正論じゃないかなって思ったことが2つありました。1つは、まあ、言葉に関する表現。もう一つは笑いに関する表現なんですけども、自分は英語を上達させたいっていう思いが先にあります。英語の勉強から先に入っているので、そういったところもあって、キャラクターによって使われる語彙を変えたいっていう思いがあります。知的な方、知性あふれる方は、それに沿った形でワードチョイスをしたいし、若い立場、例えば、ハッツァンとかクマさんとかね。そういった立場の方たちは、スラングだとか、雑な喋り方みたいな。そんなことをしたいなっていうふうに、日々気をつけてます。で、ある日、番頭さんが、ちょっと難しい言葉、まあ、ビッグワード、英検の一級とかで出てくるような感じのワードなのかな、を使わせたんですよね。で、そしたら、終わった後にですね、あのビッグワードっていうのはわからない人が多いから、もっと違う言い方ができるはずだよねと。もちろんそうですね。英辞典なんかそうですもんね。ビッグワードを説明するのに簡単な単語で表現するわけですから。そういった簡単な言い回しを使って万民に通じる、内容にしたらどうかっていうようなご意見いただいたんですよ。意見としては本当ありがたい話なんです。パラフレージングとかしないと、すればいいわけですからね。例えば、番頭さんが使ったそのビッグワードを、逆の立場の会話の相手が、番頭さん、その言葉ってどういう意味ですか？みたいなことを言わせてですね、その状況に応じてね。オーディエンス、お客さんが、なんだ今の言葉？みたいな風な空気感を出してれば、そこで補足する。アドリブでね。そういうこともできるわけです。でも、万民に通じるっていうのはちょっと引っかかったんですよね。いや、そもそも万民、もう日本語の落語自体、もはや万民に通じないじゃんっていうふうに。例えば、風習とか慣習落語の舞台となってる、古典落語の舞台なんかは江戸時代の、を背景にしてるじゃないですか。例えば、長屋とか。長屋って何かわかりますかって、このラジオ聞いてる人で、全員が分かんない可能性ありますよね。あと、水を売りに来るとか。水、もちろん水道料金払ってますから、今でも水は買ってるってことになるんですけど、水を買うっていうね。そんな風習って、知識として下敷きにないと、まあ、絶対楽しめないわけじゃないんですよ。楽しめないわけじゃないんですけど、知ってるとより楽しいっていう、存在になっちゃってるんですよね、落語って本来。本来は、世俗には、こう、なんていうのかな。いろんな人たちのすぐそばに、ある芸能だったはずが、ちょっと高尚な存在になっちゃってるわけですよね。知らないことが多くなってるから。で、そういうようなもので、万民に通じるって、万民に通じるっていう言葉自体は正論というか、エンターテインメントとしては、正しいアプローチなのかもしれませんが、それは事実上無理じゃないのっていう、無理というか、それをやってしまうことで、ものすごく説明が増えて、冗長な内容になっちゃうんじゃないのっていう。僕はオーディエンスに対してそれは、誠実でありすぎるんじゃないかなっていうふうに思ってしまったんですよね。まあ、やってもパラフレージングかなっていうふうには思ったりしました。だから、英語のアドリブでしっかり英語を正しく話せる能力がつけばつくほど、
自分は他の英語落語家さんとは差ができていくんだろうなっていうふうには思ってはいますけどもね。さあ、もう一つは、笑いに対する、まあ、注文というか、これもまた万民に通じるって言われたんですけど、気持ちの笑いっていうのは、仕草で行う笑い、英語で笑ってもらう笑い、ダジャレとか、口動詞とかね、イディオムとかを知ってないと笑えないっていう意味の笑いなんですけど、で、あとは、陰陽での笑いですね。まあ、有名な、なんて言うんでしょう、セリフであったりとか、なんだ、有名なフレーズとかを、必要なところに適切に散りばめて、それを知ってる人だけがにやりとするっていうような、まあそんなようなタイプ、3つの種類の笑いを話に入れるように心がけてるんですけども、そうすると、一部の人は笑えて、一部の人は笑えないっていう現象が起きるわけですよ。例えば、まあ仕草での笑いっていうのは、英語があんまりわかんない人でも笑いやすいですよね。でも、英語での笑いっていうのは、その口動詞とかイディオムが分かってないと、笑いづらい。引用の笑いなんて、その引用を知らないと、笑えない。にやりとはできないわけですよ。ね、ある日ね、ゴッドファーザーで使われてる言葉を入れて、ゴッドファーザーの真似をしたんですよ。ほっぺをこう、頬をこう指でこう、こするというか、触るというか。そしたら、ネイティブの人しか笑わなかったんですよね。で、後でネイティブの人がアンケートで、ゴッドファーザー入れるなんていいね、みたいな感じで、ゴッドファーザー好きなんだよね、みたいなことを言ってくれてたんですけど、でも周りの人たちは、なんでここで笑うんだろう、みたいな感じになってて、それに対して、一部の人が笑うような笑いではなくて、万民に通じる笑いをみたいなこと言われたことがあって、ええー、とか思って というのは多分ですけど、この漫才だとかで、ツッコミの存在ってあるじゃないですか。ユーモアのワークショップなんかでもツッコミ、こう、ずらしっていうね、ボケに、近い形で言葉のずらしをすることで、笑いが出て、それを元に戻すツッコミの作業でまた笑いが出るっていうようなことをワークショップで言ったりしてるんですけど、そのツッコミっていうのが実際に漫才で片方の人がツッコミを入れるから、あ、笑っていいんだみたいな。例えば吉本新喜劇さんで言うと、転んで笑うみたいな。みんなが倒れたら、あ、笑っていいんだっていう、そういうみんなで笑う合図みたいなのがあったりするんですよ。ところが、例えばスタンダップコメディだとか、そういったところで言うと、一人で話していく中で、オーディエンスの側が自分のリズムで笑っていいところを決めていけばいいわけですよ。だから、人が笑っているからは、笑っていい場所なのかとか、自分が面白いと思ったら笑えばいいわけですよね。周りは気にする必要ないわけですよ。でも、さっき、言ったようにツッコミだとか、こけるとかそういったことに慣れすぎてるのかなと、みんな一緒っていうところを多く求めてるからなのか、万民に通じる笑いをみたいなこと言われたことがあって、万民に通じる笑いってすげえ難しくないみたいなことは思ったことがあります。事実、ちっちゃな子供たちの前でやる時っていうのは、ジュゲムだとか、こう、お蕎麦を食べる演目だとか、こう、パントマイムみたいなことを入れた方がウケるんですよね。でも言葉のダジャレとかってわかんないわけですよ。相手がわからないから。もう万民じゃないじゃんと思っちゃうわけですよね。そういったところで、すごく難しさを感じるなっていう、正論としてぶつけられてるんだけど、それは成立しない不正論じゃないのかななんていうふうに思ったことがあります。ちょうど今、わからないイコールつまらないっていう風潮があるなんていうことを聞いて、ああ、そういえばっていうふうに思ってね、この話を出してみました。実際難しいんですよ。
こう、クリエイターの作り手の側でこれを言うとなんか負け惜しみみたいに聞こえてしまうところがあると思うので、決して負け惜しみでも何でもなくて、万民理想のね、英語落語を、に向かってね、邁進してるところなんですけど、本当万民に受けるような、話し家になりたいな、英語落語家になりたいなと思ってるんですけども、いかんせん、英語は特に、個体差というか、セカンドラングイッチというか、第二言語としてね、聞いてくださる立場の方たちも、たくさん言葉を知っている方とそうでない方、あと想像力が豊かな方とそうでない方って違ったりするので、非常に難しいな。実際、トーストマスターズクラブの英語スピーチのコンテストなんかでも、ネイティブのスピーカーなんかは、日本の中での大会では、ボキャブラリーを、語彙をね、こう、簡単なものに変えて、いざ、世界大会に向かうときには、ね、ネイティブがわかるような言い回しをたくさん入れるとか、そういうこともやるなんて聞いてます。国内でね、戦うときには、ジャッジも日本人がやることが多いので、そうなると、わからない言葉が連発されてると、スピーチで聞くの大変なってくるんですよね。そうすると、スピーカーの側で、オーディエンスを知りなさいっていうね、格言があるんですけども、オーディエンスに合わせて語彙を因数分解していくっていうことが必要になってくるんですよね。それを英語落語家として、その場でね、アドリブでパラフレージングしたり、言葉を選んだりすることができるようになれば、階段をね、1段でも2段でも上がることができるんじゃないかなというふうに思うんですが、万民に通じるっていう、こう、呪縛のようなね、言い回しに縛られちゃうなっていうのをね、わからないをつまらないとしてしまうっていうところから、そういえばそうだよなって思って、今回のラジオのネタにしてみました。落語って、英語の落語もそうなんですけど、同じ演目を何回聞いても楽しめるものだと自負してます。できれば、前回聞いた時は分かんなかった景色、見えなかった景色が、英語を勉強して自分の英語が上達したことで、より細かな情景が分かるようになった、嬉しいっていうふうに前向きに捉えて、ある意味自分の英語の勉強の、なんだろう、進捗、成長の物差しとして使ってもらえたらなっていうふうには思います。決して負け惜しみじゃないんです。負け惜しみじゃないです。自分も頑張ります。自分も万民に分かってもらえるように頑張りますが、でもそんなふうに捉えてもらえたらなっていうふうに思ったりもします。はい、いかがだったでしょうか。万民に通じるラジオ 難しいね。はい、ということで、また次回のラジオも聞いてもらえると嬉しいです。お疲れ様です。ありがとうございます。